ここはですね、白樺ツインワンスキー場のですね、最高地点ですね、ヤシガミネというですね、山頂がですね、あと2メーターくらい高いところにあります。ここからすぐこちら側の100メーターくらい行ったところですね、はい。ここはですね、まずおすすめはですね、この景色ですね、こちら側、こちら側の南側はですね、はるか八ヶ岳から南アルプス、中央アルプス、それから御嶽山まで見えるところですね。この場所はですね、長野県のちょうど中心部にありますので、長野県の主要の山はほとんど見える場所です。こちら側には車山の向こうに北アルプスとかですね、車山の左側にはですね、乗鞍岳ですね、この後ろの方には浅間山が見える、見えております。このコースの一番おすすめはですね、ヒルトップコースからですね、ピクニックコースまでですね、非常に長い中級初級のコースが続いているということですね。途中29度のですね、斜面もありますけれども、その斜面もちょっと我慢すればですね、なんとか峠に降りていけるという斜面です。このコース白樺ツインワンはですね、このコースから全部左側に降りていくようになりますね、はい。で最初は パッションコース、これが上級コースですね。でその先にですね、ラッツラッツコースというのがあります。それからその先にもですね、また一部上級のコースが並んでおります。まずスキー場全体をですね、見渡すには、まず、最高地点のここから、スキーを始めるのがおすすめですね。あとですね、スキーの上級者向けに、このリフトのですね、向こう側に降りていくコースがあります。キャニオンコースといいますね。そこはオフピステルのですね、圧雪してないゲレンデが広がっております。まず、スキー、白樺ツインワンスキー場に来ましたら、ここからスキーを始めてください。じゃあ始めてみましょう。